皆さんこんにちは。大阪府門真市市長の宮本勝孝です。新型コロナウイルス感染症の収束が見えない中、多くの皆さんが不安を抱えながら日々過ごされていることと思います。残念ながら新型コロナウイルスは誰もがどんなに気をつけていても感染してしまう可能性があります。それにもかかわらず、感染者や濃厚接触者、また医療従事者やその家族の方々、感染症に関わる人々に対し傷つけてしまうような言動やデマ、インターネット上での心ない書き込みが多く見受けられます。不当な差別、偏見、いじめは人の心を深く傷つけ、人と人との大切な絆を断ち切ってしまうもので、決して許されるものではありません。戦う相手はウイルスです。守るべきは人の心と絆です。不確かな情報に惑わされず、お互いを思いやりながら共に力を合わせてこの危機を乗り越えてまいりましょう。よろしくお願いします。